ここはヤーラ。時代に取り残されたこの島国に革命の時が迫っています。ファークライ6であなたはゲリラの反乱に加わり、独裁者に立ち向かいます。数十年にわたる動乱の後、独裁者カスティロはムジヒラ計画のもと、斧が理想の未来へヤーラを導こうとしています。ファークライ6であなたはダニー・ロハスとして行動しますが、男女どちらかを選択し同じ物語が楽しめます。物語の冒頭でダニーは必死の脱出を試みるのですが、大統領の息子ディエゴとの出会いが運命を動かし始め、やがてダニーはヤーラの未来を担う戦いに身を投じます。あとはあんたをどうするか。ねえちょっと待って、私はヤーラを出てくのこのキャンプに来たのに。紛争の泥沼にはまっていくにつれ、ダニーはさまざまな問題に向き合います。自由、アイデンティティ、家族、そして大義のための戦いなどにです。お前に制服を着る覚悟はあるか。ファークライ史上最も豊かな地ヤーラには、のどかで荒々しく隔絶された独特の文化があります。ここが戦闘や探索の舞台となり、破壊と混沌が生じます。一人でも仲間とでもこの世界は楽しめます。充実したコープ機能にはフレンドとパブリックとのマッチメイキングがあり、 XP やインベントリの状況はソロからコープへとシームレスに引き継げます。自由選挙、言論の自由、アウトキャスト解放、カスティロの支配なきヤーラ、信じないの？見せてあげる。文化と自然が多様なヤーラは多くの地域に分かれています。ダニーは各地の主力勢力と出会い、さまざまな物語に巻き込まれていきます。カスティロの支配に対抗するには、これらの各勢力から信頼を得なければなりません。その過程では多彩なミッションとゲームプレイが待ち受けます。ダニーが出会うのはヤーラの農村部にいるタバコ農家のモンテロのほか、マキシマス・マタンザスやラ・モラールなどカスティロに対抗する2つの若者集団が存在。ジャングルの奥地には67年のレジェンドであるかつての革命家たちがいます。彼らの経験は今後のゲリラ戦に役立ちます。根絶やしにしろ。どの地域に暮らそうとも、誰もがカスティロの計画に苦しめられてきました。カスティロは革新的ながん治療薬ビビロを大量生産し、これを切り札に国際社会との交渉を目論んでいます。ヤーラの各地域にビビロ製造の拠点があり、カスティロの犠牲になっています。強制労働、毒物汚染、軍による暴行、重い現実が人々にのしかかります。私たちで止める、カスティロとマッケイを。え？あんたたちにだって幸運は必要だろ。ゲリラのキャンプを革命の拠点として、アウトキャスト、はみ出し者、元軍人たちがカスティロの軍に対抗しています。リベルタードにようこそダニー。じゃヤーラの解放と行こう。キャンプが体現するのはゲリラによるリゾルバーの精神。ここで作戦を立て、資源や装備、車両を用意します。キャンプはニーズに応じて機能をアップグレードできます。建築物や兵舎、武器庫、駐屯地など多岐にわたります。ゲリラはあらゆる状況に適応し、窮地に追い込まれても常に対処できます。ファークライ6には膨大な数の武器やアイテムが登場。作業台でカスタマイズすれば抜群の破壊力も得られます。手持ちの物を活用して生きていくだけじゃなく、混乱を生み出す。それでこそリゾルバー。なるほど。この何でもありの精神は防御にも通じます。あらゆる資源を回収し、それらを利用して敵から身を守る盾にできます。広大で変化に富むヤーラには、至る所に危険が潜み、さまざまな謎や予想外の困難、冒険が待っています。さらに展開が進むと、一連の特殊作戦を引き受けることで
ダニーはカスティロの背後で暗躍する、密売ネットワークとも対峙することになります。ゲリラが家族を捕らえた67年、父はまさにここに放り込まれた。通気口越しに毎晩話をした。私はそれが好きだった。父を殺された時、このくらいの年だった。理想に目がくらんだ指導者。再生という名の炎に焼かれる国家。そしてアイデンティティをかけて戦い抜く人々。ファークライ6で人々が自らの理想を目指す壮絶な戦いと圧倒的なパッションを、あなたは目撃し、そしてぜひ体験してください。